はい、こんにちは、花です。いつもボイスブログを聞いてくださってありがとうございます。先日ですね、ゴールデンウィーク特集ということで、今年はね、10日間連休があったので、音声ブログを始める前に気になっていた10個のことということで、シリーズでお届けしてたんですけれども、ですね、そちらに今、なんとなくちょっと付け加えみたいな感じで、番外編ということで、今回はその第1回目ですね、ボイスブログとか音声ブログ配信の頻度についてちょっと考えてみようかなと思います。ポッドキャストとか聞いてるとね、大体皆さん同じリズムで配信されてる方が多いんですけど、例えば1週間に1回のペースとか、あるいは毎日配信されてる方とかいろいろですよね。で、結局どっちの方がいいのかなと思って、私なりに考えたことを喋ってみたいと思います。多分、一番理想的なというか一番大切なことはですね、定期的に配信するということだと思うんですよね。毎日1回配信でも構いませんし、1週間に1回でもいいし、もちろん2週間に1回とかそういうスタンスでもいいと思うんですが、とにかく決まったサイクルである一定のリズムを持って定期的に配信するということが大切なポイントかなと思います。というのもやっぱりね、ポッドキャストってポッドキャストというか音声ブログですね、どういうプラットフォームで配信するかによってもちょっと若干変わってくるかなと思うんですけど、例えばポッドキャストのに関して言うとですね、まだまだその他の YouTube とかね、その他のプラットフォームに比べると集客ルートが結構限られてきます。で、例えば YouTube とかだったらね、検索エンジンでも結構上がってくるパターンが多いんですけど、ポッドキャストってまだまだそこまで、上がってきてないですよね。なかなか検索キーワードを検索してね、ポッドキャストが上がってくるということはかなり少ないと思うんですけど、ですので多くの場合、大きなというか太い集客ルートとしてはですね、 SNS からの流入が一番心強いんじゃないかなと思います。そしてその次に多分、購読者ですね、お気に入りに登録している人とか、チャンネルを登録している人とか、その辺から、既存のファンですね、そこからの流入でこうどんどんリスナーを増やしていくというのが、理想的かなと思います。ですので、そのためにはですね、お気に入り登録してもらわないといけないんですね。お気に入り登録してもらおうと思ったら、やはり定期的に配信していますよということをアピールしておく必要があります。それは毎日でも構わないし、1週間に1回でも構わないんですけど、とにかくね、コンスタントに配信してるので、チャンネル登録してくださいとか、あとは購読してください、お気に入り登録してくださいという流れで、お客さんをね、こう掴むというかね、レギュラーとかリピーターを増やしていくというのが大切なところだと思うんですね。ですので、1週間に1回とか、それぞれライフスタイルによってで、収録できる時間というのは限られてくると思います。時間は無限ではありませんので、やっぱり自分のできるペースで、無理のないペースで、やはり長く続けることの方が重要なので、1週間に1回でも2週間に1回でも自分の取れる、できそうだなという範囲内でですね、定期的に配信するということを目標にされるのがいいのかなと思います。で、それを前提としてですね、じゃあ一体どの程度の頻度で配信するのが一番いいのかという話なんですけど、やっぱりね、頻度というのはね、高い方がいいと思うんですよね。1ヶ月に1本配信するよりは、2週間に1回配信するよりは、1週間に1回、毎週ですね。で、毎週配信するよりは、毎日配信する方がやっぱりね、いいと思うんですよ。その分、作品も増えていきます。エピソードも増えていきますよね。そういうことは、コンテンツが増えていくので、より多くの人の、興味をカバーできるということになると思うんですよ。でも先ほども言いましたけど、やはりね、長く続けることの方が大切なので、自分の無理のないペースで、やってみるのがいいのかなと思います。で、多分一番最初やるときに、始めるときにやりやすいのは1週間に1回というパターンかなと思いますね。はい、1週間に1回、例えば10分とかね、15分とかの収録だったら、結構どんな人でも割と時間を捻出しやすいんじゃないんでしょうかね。どうでしょうか。で、私の場合は1日というか毎日配信してまして、1日に2本以上配信することが多いんですけど、1日に2本以上となるとね、それもちょっとやりすぎかなというところはね、いささか感じるんですけど、でもどうでしょうね。あまり長いものでなければ、短いものであれば、例えば5分とかね、10分とかね、それぐらいの長さのポッドキャストというか、音声ブログであれば、1日で2本配信してもいいのかなと思ったりもします。
で、ですので、まあ、一番最初にまずやってみようと思うときは、まず1週間に1回のペースを試されるといいんじゃないかなというのが私のアドバイスですね。で、これって、その集客の、に関するメリットのためというふうにさっき言いましたけど、それだけじゃなくて、やっぱり自分のね、ライフスタイルのその習慣としても、ルーティーンとして、こう、やっぱり一定のリズムがある方が続けやすくなると思うんですよね。私の場合もですね、毎日配信してるんですけど、実際に収録しているのは1週間に2回とか3回とかそういうペースなんですね。その日1日に、こう、複数何本もまとめて収録するので、それをこう、まばらにというか均等に毎日配信するようにセッティングするんですけど、ですので、やっぱりね、1週間に1回その自分で何かこう収録をするという時間を決めて配信することという意味でもですね、定期的な配信というのはおすすめです。それがやっぱり長く継続するコツの一つじゃないかなと思うんですよね。それで、まあ、その中で1週間に1回とか1週間に2回とかそういうペース自分で決めて、配信というか、まあ、公開するというそういう設定にしておくといいんじゃないでしょうか。それで、まあ、実際にですね、結構、ポッドキャストとかね、音声ブログとかで、まあ、コンスタントに配信されてる方で、まあ、人気がある、チャンネルで、どれくらいの頻度で配信してる人が多いのかなというふうに見るとですね、やっぱり1週間に1回ぐらいの方が多いのかなという印象がありますね。私のように毎日配信してる方も、まあ、いるんですけれども、まあ、そういうスタイルが別に人気がないとかいうわけではなくて、まあ、やっぱりね、1週間に1回以上というのが、理想的なのかなという感じは、なんか、そういう感触がありますね。はい。ですので、やっぱりね、2週間に1回とか、1ヶ月に1回とか、2週間に1回で結構忘れちゃうんですよね。忘れちゃうというかね、そういえばそういうポッドキャストもあったかな、みたいな、そういう感じになってしまうんですよ。リスナーの立場からすると。ですので、それがですね、1週間、例えば毎週月曜日の朝配信するとか、そういうふうにしっかりと時間と、曜日と時間とを決めてですね、とにかく定期的に一定のリズムで配信、コンテンツを配信するというスタイルが、やっぱり大切なところだと思うんですよね。そしてそれを長期的に継続することで、どんどんこうファンを増やしていくことができるんじゃないかなと思います。はい。ですので、もし更新頻度で迷われたらですね、まずは自分の無理のないペースで1週間に1回を目指してみてですね。で、もし1週間に1回でも足らないなと思ったらですね、だってまあ収録するときに何本収録できるかっていうのは自分でね、調整でき、わかりますよね。やってれば大体わかってくるんですよ。まあ何時間ぐらい、収録の時間を費やすことができるとなると、まあ、何分間の、エピソードなら何話撮れるなというのがわかりますよね。そうすると、まあ1週間に、例えば2エピソード撮れるんであれば、1週間、毎週に2回、例えば月曜日と木曜日の夜18時、6時ですね、に配信しますという形で、続けることもできると思うんですね。ですので、まあ、そうですね、やっぱり1週間に1回かなというのが私の印象かなと思います。はい。リスナーの方にしてみればですね、私みたいに、こういう短い、エピソードであればですね、10分とか、まあ、15分とか、20分とか、それぐらいのエピソードであれば、毎日配信してくれても、全然、聞けるなというふうな、感覚ではいるんですけど、まあ、でもなかなかね、毎日20分のものを配信しようと思うと、結構最初はね、タフだと思うんですよ。ですので、とりあえずは1週間に1回というペースを目指されてはいいんじゃないかなと思います。では今回は以上で、こんな感じになります。音声ブログを始める前に気になっていたことということでですね、番外編として、まあ、付け足しみたいな感じで配信したんですけど、ボイスブログは1週間に1回それとも毎日配信すべきかというね、その頻度についてお話ししてみました。はい。で、まあ、結論としてはですね、やっぱり最初を始めるときはまずは1週間に1回のペースを目指してみるという形でおすすめします。で、1週間に1回でもうちょっとね、頑張れそうとか結構楽しいなというふうに思い始めたらですね、どんどん徐々に頻度を増やしていけばいいのではないかなと思います。で、まあ、私は毎日配信してるんですけど、
結構ね、毎日配信するのもそんなに苦痛ではないんですよね。先ほどというか、かなり前の回でお話ししてると思うんですけど、音声ブログ作るのって本当にそんなに時間がかからないんですよ。編集をね、いろいろやる場合は別としてですね、こういうふうにただ喋って録音するだけみたいな、私みたいなスタイルだと、本当にこの正味、皆さんが聞いている間の時間だけで完成してしまうので、ほとんどね。だから、ブログ記事とかをね、書くよりも、こうタイピングして書くとか、そういうよりも、よっぽどね、短時間で仕上がります。ですので、ブログを毎日、更新する、ブログを毎日執筆するよりもですね、音声ブログを毎日配信する方が、私はね、作業時間が短くてやりやすいと思うんですよ。ですので、もし少しでもね、音声ブログ挑戦してみて楽しいと思えるのであれば、毎日配信してみてはどうかなと思います。ブログ記事がね、毎日書けてる人はね、多分ね、生活リズムとかライフスタイル的に音声ブログを毎日配信することは不可能ではないと思うんですよね。はい。ですので、もし興味がありましたらですね、ぜひ音声ブログも始めてみてください。ということで、今回は以上になります。はい、一応ね、番外編ということで、最初冒頭で1回目とかって言いましたけど、実は2回目もちょっと用意してまして、2回目はですね、ボイスブログのそのエピソードの長さについてお話ししてみようかなと思ってます。はい。ですので、もしよかったらですね、またこういう、ボイスブログに限らず、音声ブログに限らず、いろんな海外生活とか、海外旅行について、またその他もろもろに関してですね、ボイスブログを発信してますので、もしまだ登録されていない方はですね、チャンネル登録とかお気に入り登録、ご購読いただけると嬉しいです。で、電子書籍とかも配信して、発信じゃないな、出版してますので、そちらの方ももしよかったら Amazon Kindle で花旅人と検索してみてください。はい。では今回以上です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では、また次回。